グランクラス、グランクラス、グランクラスは、東日本旅客鉄道、JR 東日本と北海道旅客鉄道、JR 北海道の東北、北海道新幹線及び、東日本旅客鉄道、JR 東日本と西日本旅客鉄道、JR 西日本の北新幹線の新幹線車両に連結される特別車両、及び座席の名称。普通車や、 標準的なグリーン車に比して乗客一人当たりの占有面積が広く旅客機におけるファーストクラスに相当するサービスを提供する座席となる東北新幹線の新型車両 E5 系の導入に合わせて従来のグリーン車よりも上位となるファーストクラススーパーグリーン車過小の導入が2008年4月に発表された後2010年5月11日に 正式名称がグランクラス、グランクラスに決定したことが発表された。E5 系のグランクラスは、特別な旅のひとときをあなたに、エクスクルーシブドリームマイナスをコンセプトに内装が定員され、日本デザイン振興会の2011年度、グッドデザイン賞を受賞している。2011年3月5日、東京駅から新青森駅間で運行される E5 系、早にて、 営業開始。その後、早手、山辺湖、那須野の各列車においても E5 系を用いる列車で順次営業が開始された。東北新幹線 E5 系に続き、2015年3月14日に、金沢駅まで延伸開業した北陸新幹線用として、JR 東日本と JR 西日本が2社共同で導入する E7 系、W7 系にも設定された。 2014年3月15日より、長野新幹線、浅間への E7 系先行投入と同時に営業を開始した。さらに、2016年3月26日に、新函館北斗駅まで部分開業した、北海道新幹線用として、北海道旅客鉄道、JR 北海道が導入する、H5 系、E5 系ベースにも設定されている。また、 2017年4月4日の JR 東日本の定例社長会見で2018年度から上越新幹線東京新潟間にも北陸新幹線用と同じ E7 系を導入する計画を発表上越新幹線の運用により時谷川にもグランクラスのサービスを導入する予定2011年春に東北新幹線に導入する 新型高速新幹線 E5 系の車両使用検討に合わせ、現行グリーン車よりもゆとりのある空間や静かな空間での移動の意見があったことを踏まえ、グリーン車を超えるクラスを設定することの検討が2007年秋に始まった。その後、デザインコンセプトがまとまった2008年4月にスーパーグリーン車、歌唱を導入することを発表した。同年夏以降、 プロジェクトチームを発足させ、社内での本格的な議論が開始された。サービス内容の検討するにあたり、以下の3点をキーワードとした。これらのキーワードをもとに、車両メーカーと座席メーカーがコラボレートした高級感あふれるシートの開発や、社内サービスの提供内容の検討が行われている。グランクラスとは、フランス語で、大きなという意味を表す。 グランドと A 語の、クラスを組み合わせた造語である。グランクラス、グランクラスという名称は、カナ表記及び英字表記のいずれも、JR 東日本の登録商標となっている。当初は、アテンダントサービスの有無による、名称上の区別はなかったが、2016年3月26日のダイヤ改正より、アテンダントサービスのあるものを、グランクラス、A、座席のみの営業のものを、 グランクラス B と区別するようになった。以下、本記事中では、同改正以前のものについても、この区分で表記することがある。グランクラス車両には、頭文字の G をかたどったロゴマークが客用扉横に設置されている。また、時刻表でもグランクラス車両を連結する列車にはこのロゴマークが記載されている。なお、二0十六年三月十六日の、 ダイヤ改正よりロゴマークを構成するブロック一つ一つが黒塗りになっているものがグランクラス A。白抜きになっているものがグランクラス B 特別シール、JTB 時刻表では先んじてこの表示形態を採用していた。なお、グランクラスの故障自体は固有のものではなく、スペインのバルセロナを起点とし、フランスやスイスなどの国々まで運行されている国際夜行列車。 エリプソスにおいて、グランクラスという名称の個室寝台が設定されている。利用には、運賃、乗車券、特急料金、新幹線特急券に加え、グランクラス料金と呼ばれる特別料金が必要となる。なお、グランクラスは、制度上は、グリーン車、特別車両の一種であり、特別車両券の券面上は、グリーン券の表示となっている。 列車ごとのアテンダントサービス提供の有無、東北、北海道新幹線の新青森駅、JR 東日本、JR 北海道の管理協会駅、または北陸新幹線上越妙高駅、JR 東日本、JR 西日本の管理協会駅で下車せず、通過利用する場合とで、加算額は異なっている。JR 東日本、JR 西日本では、株主優待として、 運賃料金が割引となる割引券を発行しているが、グランクラスは運賃のみが優待の対象となり、料金券は無割引となっている。日本の国会議員に支給される JR 新幹線グリーン車無料パスは、グランクラスには適用されず、運賃のみ無料で料金の全額が必要となる。定員は18名、3名6列で編成端部 E5 系。 H5 系は15車、E7 系、W7 系は12号車に設定されている。剣の全列車、他一部の列車では、グランクラスのサービス自体が行われないことがある。当該列車には、時刻表にグランクラスの車両に立ち入ることができない、胸が中期されている。本川表地のシートは、人間工学に基づき、 E5H5 系は JR 東日本と日立製作所、川崎重工業車両カンパニーレカロが共同で開発したものを E7W7 系はトヨタグループのトヨタ防食が開発したのを採用している。シートピッチは 1300mm、クリーン車は 1160mm、シート幅、肘掛けの内側の寸法、座面幅は 520mm、 クリーン車は 475mm となっている。いずれも日本国内の一般旅客向け座席としては最大級の寸法であり、日本航空の国内線ファーストクラスの座席とほぼ同等のスペックを誇るものである。LED 式の読書灯のほか、最大45度まで倒せる電動リクライニング機構、電動レックレスト、可動式の枕、モバイル機器用のコンセントなどが備えられている。 また、二名掛け座席には、隣席との間を仕切る、半透明の小型バイザーが設置されている。荷物棚は蓋付きのハットラック式、床式物はウールカーペットである。なお、シートの向きを乗客が変えることはできない。編成内で、他の車両で設置されている、客室内を映す防犯カメラは、グランクラスには設置されていない。車内設備は、毛布。 スリッパー、アイマスクといったアメニティグッズ、新聞や雑誌が用意されている。東北、北海道新幹線の運用においては、東京駅発着の早さ全列車をはじめ、東京駅発着の早手の臨時列車、東京駅森岡駅間の山彦の一部列車、北陸新幹線の運用においては、東京駅金沢駅間の輝き、白鷹による、 長距離区間を運用する列車、グランクラス、A 適用列車には1000人のグランクラスアテンダントが乗務し、接客のサービスを担当する。ただし、ナスのと朝間の全列車、他一部列車、グランクラス、B 適用列車では1000アテンダントによるサービスは行わないため、該当列車には時刻表にサービスを行わない旨が表記されているほか、 グランクラス料金も安く設定されている。アテンダントによるサービスのある列車では、東北、北海道、北陸の各新幹線の沿線の食材を用いた軽食と飲料、ソフトドリンク及びアルコール類が無料で提供される。軽食は和軽食と洋軽食を選ぶことができる。洋軽食では下り上り共通。和軽食では下りの東京編。 東京始発列車、北陸新幹線と東北、北海道新幹線でメニュー構成は異なると、上りの東北、北道編、東京行の早草、盛岡発東京行の山尾湖、北陸編、東京行の輝き、白鷹の異なるメニューを用意し、季節ごとにメニュー変更が行われる。また、軽食と合わせて、坂も提供される。なお、 ワゴンサービスによる車内販売はグランクラスでは行われないため、土産物や車内販売限定商品などの購入を希望する際はアテンダントを介して取り寄せてもらう。2015年12月21日より東京駅八重洲中央口の改札口向かいにグランクラス利用客専用のラウンジ、ビューゴールドラウンジが設置された。 当日乗車する列車の出発予定時刻の90分、前から利用可能で、受付にて当日乗車する、グランクラスの切符を提示すれば利用できる。年中無休で、営業時間は8時から18時、座席数は34席が設けられている。ホテルメトロポリタン丸の内を運営する、日本ホテルが監修している。入室後にソフトドリンク、飲み放題と、軽菓子が提供され、 また、ラウンジ内では、新聞、雑誌、時刻表が備え付けられており、その他に、無線欄、クロークサービスもある。なお、ラウンジについては、ビューゴールドプラスカードを会員であるなどの条件を満たした場合にも、利用可能であるが、同伴者については、別途3000円、税別を支払う必要がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。